FM 栃木、株式会社 FM 栃木、FM 栃木は栃木県を放送対象地域として超短波放送、FM 放送をする特定地上機関放送事業者である。相性はラジオベリー、レディオベリー、コールサインはジョブ FM、JFN 系列教区。主要株主は栃木県、足利銀行、栃木銀行、関西。 下付新聞社など、栃木県内では1980年代前半から、県域 FM 局開局の要望があった。民放 FM 局周波数割当ての増えた1980年代でも、栃木県は、茨城、岐阜と共に、県域 AM 局の経営安定の観点から、県域 FM 局の周波数割当ては見送られていた。この情勢から1980年代後半、 足利銀行などの主導で準備委員会が作られ、岐阜、佐賀民放 FM 局の周波数が追加割り当てされたのを契機に法人が設立された。1994年4月1日開局、外国語放送局を除き、関東地方では最も歴史の浅い、県域民放ラジオ局である。開局時から、ラジオベリーを名乗り、 開始、終了時の局名告知で併用している以外、基本的に FM 栃木の故障を使用しない。一方、JFN におけるネット各局の資料では一貫して FM 栃木となっている。当初から現代的な CI やジングルを持ち、放送の対弁と紙媒体において、音とデザインで局の統一感を押し出している。ジングルについては、フロリダ州の FM 局、 WRMF のものと全く同様の楽曲とメロディが使用されているものがある。JFN 系列では、アフム、FM 秋田 FMOH、FM 大阪 FM 香川と並び完全24時間放送を行っている。ただし、不定期に放送機器メンテナンスにより休止する場合がある。JFN 系列の地方局として番組供給会社、 JFNC の番組比率が高く、自社制作番組は、平日の朝、有中心となっている。自社番組放送時間は57時間2分、週、生活情報、B-HOT 等含む、自社制作率は約、約33.9%である、2016年4月、現在。前後して開局した後発の JFNK。 FM 局と比較的自社制作率は比較的高い。一方、1990年代と比べて、広告収入が減少したり新社屋建設費の返済が経営を圧迫し、赤字が続いており、制作費削減のため2009年4月改編では、平日昼間帯の自社制作枠廃止や平日夜間、土日のニュースを JFNC に委託、外部パーソナリティ企業の縮小。 週末を中心とする生活情報の短縮などを行っている。自社制作率は開局当初の水準に一時逆戻りして3割を切ったこともある。2010年4月時点の自社制作率は27.5%。自社制作番組では地域情報など音楽以外の企画を盛り込むことが多く、その他県内のショッピングセンターやアウトレットモールなどからの公開収録も 比較的多い。また、県内市長が提供する自治体情報番組が多く設定されている。毎時55分など自社制作枠の数分の交通情報、気象情報、ヘッドラインニュースはネットワーク番組に挟まれる時間にも存在する。週末にも毎時55分に交通情報を中心として自社制作枠が設定されている。 車社会化の傾向が強い県という特有の事情もあり、地方都市圏でありながら、交通情報の放送回数が多めであった。各情報ごとに BGM を使用しており、JFN ニュースは開局以来、BGM なしであったが2009年1月より、ローカル枠と同じ BGM を使用している。なお、現在各生活情報で使用されている BGM は4代目である。 2014年4月、現在。また、夏季の高校野球地方大会開催時には、高校野球リポートを、当期には、栃木県内及び、近隣のスキー場情報に特化した、ゲレンデインフォーメーションといった季節に合わせた、ミニ情報版も編成される。現在は放送されていないが、比較的雷が多い県のため、雷情報に特化した、サンダーレポート、 サンダーリポートなどの情報もあった。現在でも、ラジオベリーウェザー内で、雷情報は、時間を長めにとって伝えることもある。また、特筆すべき点として、ツインリンクモテギーが放送エリア内に立地することから、開局から2000年代初頭にかけて、モータースポーツ関連番組が、数多く編成されていた、モーターフリークや、ツインリンク、モテギファン、タイム、 インディジャパン300マイル開催に合わせて放送される、平日対特番ランチョタイム、インディカフェなど。2007年から、鈴鹿サーキットとツインリンクモテギの関連カラーか、FM30 と鈴鹿8時間耐久ロードレースの特番を同時制放送するなど、JFN 系列局との番組共同制作も行われているほか、同年より9月にロードレース世界選手権。 元 GP 特番を関東の系列外各局と4局ネット f m な a 5横浜 FM 放送、米 FM で放送している。なお、2009年シーズンは元 GP 開催が春だったため放送時期も4月に移動している。スポーツ関連では、栃木県内に本拠地を置くプロスポーツチームの栃木 SC、J リーグ、リンク栃木ブレックス、B リーグ、 HC 日光、アイスバックス、アジアリーグ、宇都宮ブリッジェン、自転車ロードレースを積極的に取り上げており、特に平日夕方の b e a t 十八時代に日替わりでコーナーを設け放送している。二0 1年三月六日には、ブレックスアリーナ宇都宮で行われたリンクと違い、ブレックス VS レラカムイ北海道の試合において、日本の FM 放送初のプロバスケット、 実況生中継を行った。また、JBL に続いて2011年10月26日には、J2 栃木 SC のホームゲームも、初めて実況生中継を実施している。なお、この2011年、J2 第7節東京ベルディ戦は、ラジオベリースペシャルマッチとして見された。2006年4月より、同年12月まで日曜深夜にミッドナイトオアシスを開始し、 完全24時間化を行ったが、この試みは短期間で終わる。その後、再び日曜深夜26時28時に放送機材メンテナンスのため放送止めとなっていたが2010年4月より、再度日曜深夜の終夜放送を再開し、2010年4月、現在完全24時間化されている。ただ、2009年にはたびたびブラックベリーを不定期で日曜深夜に放送していたなお、 2010年4月、現在日曜深夜を含めた完全24時間、放送を実施している放送局は、JFN 系列では他に、FM 香川と FM 大阪のみである。1994年の開局当初は、平日21時台に、スピッツの草野正宗ら若手ミュージシャンが、日替わり出演する、帯番組、ブラザー2キッズや、土曜18時21時には、 クラブ DJ と横浜 FM 放送ですでにイサオのあった当時若手 DJ の栗原春久をメインとした生放送リクエスト番組ラジオベリーウィークエンドリクエストを制作するなど積極的に番組の自社制作を行っていた。また、東北地方でブロックネットされていたシングライクトーキングの藤田千生が出演するフィールザミュージックをネット受けした上で後に自社制作化。 藤田くんと西村くんのテイクトスリミットするなど、ネット番組にも関与する試みが見られた。マスコットキャラクターは、イチゴロー開局5周年を記念して、キャラクターの愛称が公募され、1999年4月1日放送の特番でベリオと命名される。このベリオはしばらくは、タイムテーブル等に登場していたが、徐々に登用が減っていった。 現在、一五ゴロと呼ばれているキャラクターは2代目、ベリオとも言えるが、デザインは初代とかなり異なる。この一五ゴロの愛称は2003年夏に開局10周年を記念して、新キャラクターネーミング募集で公募され決定した。サービスエリアは、栃木県全域の北茨城県、群馬県の一部地域である。宇都宮市一条三丁目の国道119号。 東京街道沿いにあった本社社屋が手狭となったため、2007年11月12日月曜日に、現在地の宇都宮市中心部の中央一丁目2の1シンボルロード沿いへの本社を転した。新社屋は、オリオン通りの南側約120メートルの駐車場跡地に建設された3階建て賃貸ビルで、同社のみ入居する専有ビルである。 デジタル化に対応した最新の放送機器を導入し、またスタジオもシンボルロードに面した1階に、ガラス張りの生放送番組用の第1スタジオ、B ヒルズ、B ヒルズのほか、3階に、主に収録番組用や BPM2009 年3月放送終了で、使用されていたスタジオ、クリスタルベリー、クリスタルベリーとニュースや気象情報を創出できるミニスタジオ、 いちごボックス、ボックが建設された。また、1階にイベントスペースが設けられ様々な催しが開催可能である。2005年12月より、自社制作の一部番組で、静止画によるスタジオライブカメラの配信、15秒ごとに更新が始まった。PC、携帯電話ともホームページより見ることができる。2007年11月の局者移転後も、 自社制作番組での静止画によるスタジオライブカメラ配信は続けられている。2006年6月に手狭になった旧社屋からの移転が発表され、2007年夏を目処に市街地に移転することとなった。その後、移転先を中央一丁目の駐車場空き地に選定し、移転作業を開始。2007年1月13日に自震災が行われた。 設計は、渡辺祐樹建築企画事務所。建設は、東部建設と県内の業者により設計、建設される。延べ床面積は、約1195平方メートル。1階にはガラス張りのスタジオや、イベントスペースを設置。この新スタジオの名称は、一般公募により B ヒルズと名付けられた。スタジオは、ワンマンスタジオを一つ加え三つに増やす。なお、 約4億円の放送設備を移転に合わせ設置した。1994年4月の開局時より2007年11月まで使用されていた旧本社、演奏所、局社は東部宇都宮線から見える宇都宮市一条三丁目のあいおい日生堂は損保宇都宮ビルの1階と2階を使用してた。そのうち1階にある本社スタジオはガラス張りになっており東京街道側から ブース内部を見ることができた。また、ブース周辺に聞こえるようスピーカーにより放送を流していた。あまり大きい音ではない。また深夜は流すのを止めているまたービルのエントランスを入ると放送が聞こえるようになっている。スタジオ、ブース数は2、2企業、団体は当時の名称、出店、月、金、土、日、 生放送番組2016年4月1日、現在、全国及び栃木県内のニュースを伝える。ニュースの最後に、提供元クレジットが入る。JFN ニュースは冒頭に、レイディオベリーニュースをお伝えしますと、アナウンサー佐藤望の録音タイトルアナウンが入る。2009年1月より、自社制作のニュースが削減。平日11時55分、14時47分。 18時53分の枠を廃止するとともに JFN ニュースにも BGM が流れるようになった。平日は8本、第4本は JFN ニュース、土曜、日曜は7本、すべて JFN ニュースを放送している。2009年3月までは土曜、日曜も深夜早朝を除き待機アナウンサーにより生放送で自社制作のローカルニュースを放送していたが、 2009年4月より、すべて JFN ニュースをネットするようになった。JFN ニュース、栃木県及び近県、茨城県、群馬県南部、東京地方の天気予報を伝える。主に、栃木県南部、北部の天気、予想気温、宇都宮、大田原、気象に関する注意報、警報が伝えられる。月木曜は5本、金曜は7本、土曜は6本。 日曜は5本を放送している。平日夕方の B ボックス内の16時26分頃の放送はスタジオとウェザーニューズを結び放送している。栃木県内及び茨城県西部の一般道路及び関東地方、東北地方南部の高速道路の情報が伝えられる。高速道路は東北自動車道、北関東自動車道、日光宇都宮道路及び 東京外環自動車道、常磐自動車道、万越自動車道の情報を主に伝えている。一般道路は、栃木県内のほか、茨城県西部、特に、小賀市、筑西市、桜川市、笠間市の国道4号や国道50号、国道354号も伝えられる。朝の情報番組 B アップ、うちでは、道路に加え県内の JR、 東部各線の運行情報も伝えられる。平日は14本、7時35分18時50分、土曜7本、8時23分17時57分、日曜6本、9時57分17時57分を放送。当期のみ放送される。栃木県及び近県、主に福島県のゲレンデ情報が放送される。 平日及び土曜日に朝と夕方の2本が放送される。1998年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、開局時からの自社制作長ワイド、開局時からの自社、制作夕方ワイド。 2004年、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年。終了年不明、生放送番組このほか、90年代末に、冬季限定で、ダウンヒルウェーブ、ウィンターアイランドなどのウィンタースポーツ情報番組を、金曜15時台に放送していた。 ラジオは f m a m の枠にとらわれず、純粋に、リスナーの求める情報と音楽を追求する姿勢を、表し、ベリーは、栃木県名産の、いちごイコールストロベリーをモチーフとし、世代を超えて、誰からも親しまれ、いつも若々しく、みずみずしい放送局でありたいとの願いが込められている。とのことだが、開局前の1993年、FM 栃木は愛称を全国に公募。しかし、 これといったものがなく、応募作品、ストロベリーなどを参考に選考委員会で作ったものである。実局放送番組では必ず、ラジオベリーと呼ぶが、東京 FMJFN 系列番組の場合は、FM 栃木の名称を使用する。なお、同局のフリーペーパーは、ベリータイムズ、歌手の竹、中エリが、美味しい音楽というコラムを、毎月連載していたが、 2007年3月号で終了した。県内のスーパーなど各種施設で無料配布中である。また、120円切手同封で郵送も可能である。ベリータイムズ設置店マップ2008年4月より社会貢献活動の一環として、栃木県桜市のキツ川社会復帰促進センター内の所内放送として受刑者向けの特別番組60分を 制作、放送している。なお、この試みは2ヶ月に1度のペースで、今後も継続して行われる予定である。参考、第140回 FM 栃木、放送番組審議会議事録。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。